続いて全国高校ラグビーの県大会決勝が佐賀市で行われました。決勝は2年連続で佐賀工業と早稲田佐賀です。前半2分、佐賀工業は司令塔服部が先制トライを決めます。直後にはチーム1の俊足内田が自陣でボールを受け取ると一気に駆け抜けます。力強さと機動力で圧倒した佐賀工業、106対0で早稲田佐賀を破り花園出場を決めました。試合の模様は今日の深夜放送します。